1977年の田戸市駅と周囲約500メートル範囲、上がリナイ方面。駅裏のストックヤードにはたくさんの木材が積まれており、副本線と駅横の引っ込み線に手重、15ラ式機関車に引き入られた貨物が停車している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成田戸市駅は、 北海道深川下土市町中央にかつて設置されていた北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線で最も長い歴史を持つ駅であったが、廃線に伴い1995年9月4日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。 その他本線の名寄方から分岐し、駅舎北側のホーム切りかき木部分の旧貨物ホームへの側線を一線有していた。かつては単式ホーム、島式ホームを複合した計2面2線のホームと線路を有する列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム南側と対向ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が 下り線、対向側が上り線となっていた。また、島式ホームの外側一線が側線として残っていた。交換設備運用廃止後は、線路は側線を含め1993年までには撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、 ホーム中央部分に接していた。無人化される以前から駅舎内の待合室の一部を敷きて除雪機が格納されていた。友人駅時代には駅員たちにより、駅舎内に漫画本が置かれたり、磨かれた置き石が飾られていた。旧田戸シ村より、アイヌ語のタウーシ内に由来するとされる。田ド市の集落からは少し離れた場所に位置した。 廃駅後しばらく駅舎やホームが残っていたが、1998年秋にすべて解体され、駅跡地は整地された。2000年時点では、工場用地として利用される予定であった模様で、整地されて、空き地となっていた。2010年時点でも引き続き空き地で、駅跡近くにあった大木が残り、土盛りがされていた。2011年時点でも同様で、 枕木が数本積まれて残存していた。ありがとうございます。